どうもボビーアートレザーのボビーです。今回はですね、スカーフリングの制作工程をですね、動画に収めましたんでね、実況中継っていうかそういう感じでですね、アフレコをさせてもらおうと思います。コブラの顔をですね、にですね、型紙を今まあこれ、置いてですねトレースしているところです。まあ裏から出ないとね、何ていうんですか、こう線が入らないんでね、でこう型紙に沿わしてやってるんですけどもね。で、それをですね、トレースして終わったら、カッターでですね、カットしていくという段取りですね。僕はまあ左利きなんで、左用のカッターナイフを使ってますけども、コブラの革っていうのをね、最近はあんまり見なくなったんですけどね、なかなか独特の柄っていうか、それがね、なんとも言えないこう美しさがあってですね、個人的にはすごい好きなんですね。はい、まあ、こういう感じで、ちょっと硬いところっていうか蛇腹のところをですね、取り除いているところですね。はい、まあノーカットでやってますんで、こんな感じでまあ多少見づらいところもあるのかもしれませんけどね、お付き合いいただければ幸いです。ちゃんと撮れてるのかどうかも後で、聞いてみます。でまあ裏をですね、ちょっと革包丁で削るんですけども、まあこういうエキゾチックレザーでもですね、こうヘビは比較的厚みもないので、そんなにしなくてもまあ大丈夫かなと思うんですけど、まあ一応ね、こういう感じで、ちょっとだけ薄く、気持ち薄くしてますね。でこれが土台なんですよね。まあスカーフリングの土台でですね、それをにですね、革を取り付けるためにですね、専用のまあゴムのりとはまずちょっと違うんですけども、強力なボンドを使ってですね、僕は革紐と革紐をですね、つなぎ合わすために使ってるボンドなんですけどもね、多分革靴とか靴を作るときに使うボンドやと思いますわ。こんな感じでですね、塗りたくってますけどね、まあ、これでね十分ね、いい感じでくっつくんですよ。まあ両面テープでもまあいいかもしれませんけどもね、こっちの方がなんていうか、ね、いい感じの粘着力っていうかがあってですね、おすすめですね。はい、まあ画面も固定してるんで、若干ねアングルによっては見づらいとこもありますけどもねご了承ください。はい、こうしてね、ちょっとこう何ですか、ギリギリでサイズで作ってますんでね、型紙に合わせて、でこれをですね、こう土台の中にね埋め込んでいくような感じで、接着していきます。なかなかね、そういう何ですか、ヘビのモールドというか、こういうのをねこうじっくり見ることっていうのはなかなかないんでね、どっちかというといつも大ぶりなものを作ってるんでね、だからこういうねパーツにするとすごい繊細な見え方がで柄が出てですね、すごくこういいんですよね。でまあこう爪とか指先を使ってですね、なじましていきます。そしてですね、こうつなぎ合わせというか、そういうところですね、まずボンドで、接着してですね、まあ止めます。これすごくね、工程としてはボビーアートレザー史上一番シンプルな作業なんですけどね、いつもはもう膨大な革紐をですね、膨大な時間をかけて編み込んでいくんですけどもね、まあこういう感じで気軽なライトな、とてもライトな感じでね、エキゾチックレーザーを楽しんでもらえればなというコンセプトでね、制作してるんですけどもね、でこういう感じでですね、馴染ませていくんですね。で個人的にはやっぱコブラの、コブラとか、まあ、ヘビとかはやっぱ綺麗ですね。トカゲもすごい綺麗なんですけども、まあ、エキゾチックレーザー全般に言えることは全てね、こういう小さくしたところもやっぱりその何て言うんですかね、何とも言えない、
柄が浮き出るんですよね、模様というか、うん、そこをね、またやっぱこう、なんていうんですかね、型押しとかそういうのでもやっぱ違うし、うん、やっぱり天然の独特のね、美しさがあるんですよね。でもこういう感じでね、指先とかを使ってね、こう何ですか、リングのこう土台の、ね、内側と一緒にね、同じましてね、こういう感じでできていくんですけどね、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくです。ボビーでした。じゃあね、バイ。